ナンバーアンダーライン愛一周年記念。感動の軌跡を振り返る。平野翔からのサプライズメッセージに累戦崩壊。平野翔ラインでファンに感謝のメッセージ。ナンバーアンダーライン愛一周年。感動の軌跡を振り返る神対応。ナンバーアンダーライン愛が結成してから一年という節目を迎え、この一年間の驚異的な成長を振り返ることは、 まさにににファンととっっててももグループにとっても感慨深い出来事です平野翔が LINE でファンに感謝のメッセージを送ったことが話題になり、そのメッセージが多くの人々の心を温かく包み込みました。特に、宮城公演で見せた涙の発言は、その場にいた人々に深い感動を与えました。彼の感謝の言葉には、ただの挨拶を超えた強い思いが感じられ、それはファンとの絆を一層強固なものにしています。 ナンバーアンダーライン愛の成功は、単に音楽の質やパフォーマンスの高さだけではなく、その背後にある彼らの努力、そしてファンとのコミュニケーションに支えられています。平野翔は、ファンと直接対話することを非常に重視しており、彼のメッセージにはファンへの感謝と敬意が込められています。それは、ライブやフェスティバルでのパフォーマンスを通じて、彼がどれほど観客とのつながりを大切にしているかを物語っています。特に 彼が出演したワイヤードミュージックフェスティバルやサマーソニック、ロキといったイベントでの体験は、彼にとって大きな意味を持っており、日本の文化を世界に広めたいという彼の願いがより一層強くなったことが伺えます。フェスティバルとコンサートの違いに気づいた彼らは、異なるジャンルの音楽フェスティバルに参加することで、新たな発見を得ました。特に、ヒップホップやロックフェスでの経験は彼らにとって大きな刺激となり、 今後の音楽制作に新たなインスピレーションをもたらしたことでしょう。フェスティバルはコンサートとは異なり、アーティストと観客の距離がより近く、即興的なパフォーマンスや観客の反応がリアルタイムで伝わってくる場です。これにより、彼らはより深くファンとつながり、その場で感じたエネルギーをそのまま音楽に反映させることができました。ナンンバーアンダーアダラインアイのメンバーにとって、このようなフェスでの経験は、 彼らの音楽性をさらに進化させるきっかけとなったに違いありません。次に控えるツアーは福井での公演です。宮城公演の成功を受け、彼らは次なる挑戦に向けて準備を進めています。福井の公演では、さらに親密なパフォーマンスが期待されており、ファンとのつながりを一層深める機会となるでしょう。ライブだけでなく、ファンクラブ動画や他のコンテンツを通じて、 彼らは常にファンとの関係を大切にしてきました。これにより、ファンは彼らの成長や進化をリアルタイムで感じることができ、より一層応援したくなる気持ちが高まっているのです。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、まるで家族のような絆で結ばれています。この1年の間に、彼らはお互いをさらに深く理解し合い、新しいメンバーの加入や音楽スタイルの変化にも柔軟に対応してきました。特に ヒップホップの要素を取り入れた音楽は、これまでの彼らのスタイルに新たな風を吹き込み、より多様なファン層を引きつける結果となっています。ファンたちは、彼らが1年間でどれほど成長したかを実感し、その変化を温かく見守り続けています。ファンの声には、感謝と共感があふれています。あっという間の1年でしたね、というコメントに代表されるように、ファンたちはこの1年がいかに充実していたかを感じています。 そして、押しは押せるときに押せ、という言葉が示すように、ファンは自分たちができる限り応援し続けることの大切さを実感しています。ナンバーアンダーライン愛を応援することは、ただ音楽を楽しむだけでなく、彼らの成長を共に見守り、支えることであり、その過程で感じる喜びは計り知れません。特に、ファンたちはフェスティバルでの彼らのパフォーマンスを高く評価しています。 観客と一体となって楽しむ姿、そして彼ら自身がその場を楽しんでいることが伝わってくるパフォーマンスは、まさにライブならではの醍醐味です。その笑顔は、観客にも自然と笑顔をもたらし、会場全体が一体となる瞬間を作り出します。こうしたフェスでの経験は、彼らにとっても貴重であり、今後の活動においても大きな影響を与えることでしょう。平野翔の魅力は、そのビジュアルやダンス、 パフォーマンスの力強さだけではありません。彼の笑顔、特に、にゃん中線と呼ばれる口元の笑顔は、多くのファンに愛されています。子供のような無邪気さと、大人の魅力が交差するその笑顔は、彼の多面的な魅力を象徴しています。ファンたちは、彼が成長し大人になった姿を見つつも、時折見せるいたずらっぽい表情に心を奪われ続けています。彼のそうしたギャップは、 さらに多くの人々を惹きつけ応援したいという気持ちを借り立てます彼らの音楽活動が広がりを見せる中でファンたちはその変化を喜びつつもこれからの未来に対しても大きな期待を抱いています例えば福井でのライブに臨時列車やシャトルバスが出るという話題も彼らの人気がどれほど高まっているかを示していますこうした大規模な準備はファンたちが彼らを支持し続ける意欲を後押しするものです そして、ファンたちはそのライブを楽しみにしつつ、彼らとの一体感を再び味わえる瞬間を心待ちにしています。この1年間で得た多くの経験は、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちに大きな自信をもたらしました。彼らはこれまでの道のりを振り返りつつも、未来への新たな挑戦に向けて準備を整えています。音楽的にも人間的にも成長を遂げた彼らは、これからも進化し続けることでしょう。 そしてその成長の過程をともに歩んできたファンたちは今後も彼らを応援し続けることを誓っていますこの1年の間彼らの顔つきが変わったことに気づくファンも多くいました1年前のウイオドリジシー姿から大人の魅力を備えた彼らの姿に変わったことはファンにとっても感慨深いものですその変化は単なる外見の違いだけではなく内面的な成長も反映していることでしょう 多くの経験を積んだ彼らの表情には、充実感と自信があふれています。そして、その成長を支えてきたファンたちは、彼らがこれからどんな道を歩んでいくのかを楽しみにしているのです。また、タッキー社長やスタッフのサポートも忘れてはなりません。彼らのバックアップがあってこそ、ナンバーアンダーライン愛はここまでの成功を収めることができました。特に 彼らの音楽的な挑戦を支える体制が整っていることは、今後のさらなる飛躍に向けた強力な基盤となっています。ファンたちは、こうした裏方の努力にも感謝の気持ちを忘れず、これからも彼らを支え続けることでしょう。最後に、平野翔が LINE で送った優しさあふれるメッセ。ジに、ファンたちは深く感動しました。彼があえて結成1周年に合わせて送ったそのメッセージは、ファンへの感謝と、 これからも一緒に歩んでいきたいという彼の強い思いが込められていました。このメッセージを受け取ったファンたちは、彼の優しさに心を打たれ、ますます彼らを応援する気持ちを強くしています。この先も、ナンバーアンダーライン愛は成長を続け、ファンたちと共に歩んでいくでしょう。その過程で、彼らはさらに多くの人々に感動を与え、音楽を通じて新たな世界を切り開いていくことが期待されます。ファンたちは、 これからも彼らを見守り応援し続けることを誓いナンバーアンダーラインアイとの未来を共に楽しみにしています。